この動画はAltiumの提供でお送りします。こんにちは。電子部品の抵抗には定格電力があります。電子工作レベルだと4分の1ワット抵抗。これは 0.25 ワットです。それ以外にも6分の1ワット抵抗など使うことがあるかと思います。ただこういった抵抗を使うときに定格電力を意識することはあまりないかと思います。ですので今日は抵抗を定格電力で使うとどうなるか検証していきます。まず最初に抵抗と LED の実験をしてみます。抵抗と LED を直列接続するとこのように LED が光りました。ここにさらに LED を追加するとどうなるか、こうなります。もともとあった LED が少し暗くなってしまいました。外すと少し明るく、LED を追加すると暗くなります。ここに LED を追加すると暗くなったのは LED が並列接続されたことによって電流が分散したからです。LED が1つだけの場合には 30mA 流れていましたが LED を2つ接続することによってそれぞれ電流が分散されます。LED には半分の電流しか流れなくなってしまうわけです。この回路の場合、流れる電流を決めるのはこちらの抵抗です。ですので LED2 つをさらに明るく光らせたい場合どうすればいいか。こちらの抵抗値を小さくするか、電源電圧を高くします。今回は電源電圧を高くして実験します。LED は今1つだけですが、これを2つにすると、はい、LED2 つ光っていますが流れる電流は変わりません。これは抵抗が回路全体に流れる電流を決めるからです。なので LED それぞれに 30mA 流したい場合はどうするかというと、このように電源電圧を高くします。今一つ一つに 30mA ずつ流れています。今 LED を10個直列接続にしています。一つ一つの LED に 30mA 流すためには抵抗に流れる電流を 300mA にすればいいわけです。実際にやってみます。今 0.1A ですね。で、さらに 0.2A、 結構明るいですね。0.3A にしていきます。こんな感じで。またやってしまった。今何をしていたかというと、この抵抗にかかる電圧を調整することで回路全体に流れる電流を制御、調整していました。ここで重要なのが抵抗の電力損失です。抵抗に電流を流すと、その抵抗部分で発熱します。この損失がどのくらいかというと、抵抗に加わる電圧の2乗に比例して増えます。そして電流の2乗に比例、もしくは電圧と電流に比例です。なので LED を多数並列接続して元々と同じ明るさで光らせようとすると、この抵抗にですね、バンバン電流を流さなきゃいけないわけです。その電流をバンバン流したことによって発熱、そして燃えました。なので許容できる電力損失の上限を計算して、それに合わせた抵抗値の設計、もしくは LED のドライブする個数を決めます。実際抵抗を使う場合では LED1 つに対して抵抗を1つ、または LED を多数直列接続にしてそれを1つの抵抗でドライブすることが多いかと思います。ちなみに今回使ったこちらのもう丸焦げになってしまった抵抗がありますが、こちら4分の1ワット抵抗です。つまり 0.25 ワットまでの電力損失は許容できます。ここからは今日の本題の抵抗の定格電力についてです。実際に抵抗に定格電力を消費させます。まず最初は4分の1ワット抵抗です。抵抗と電源を接続しました。0.25 ワット電力を消費するように電圧を調整します。今回だと 5V です。5V 加えるとだんだん温度が高くなってきます。触ってみると少し熱くなっています。人間の指の皮は分厚いので少し温度にはセンシティブではないです。人間の顔のここら辺ですね。温度にセンシティブな部分です。こういう風に当ててみると結構発熱していますね。40度から50度くらいあります。サーモグラフィーを使うと温度は47度でした。定格電力を2倍消費させると温度は70度近くに上昇します。さらに上昇していくとこのように煙を出し始めて、で燃えてしまうという風になります。中の炭素が燃えます。今までは4分の1ワット抵抗で試してみました。これからはさらに定格電力の大きな抵抗で試していくとどうなるか見てみます。1ワット抵抗で1ワットの定格電力を消費すると温度は84度になりました。温度の上がり方が先ほどの4分の1ワット抵抗と比べて激しいです。これはなぜかというと、発熱に対する冷却、放熱が追いついていないからです。放熱には3つの要素を使います。それは、輻射、対流、熱伝導です。輻射は電磁波による熱の移動です。製鉄所に行くと真っ赤な鉄、遠くにあるけど熱く感じると思います。それです。鉄から出た赤外線です。温度の4乗に比例します。次は対流です。対流は温度差によって流体が移動することによって生じる熱の移動です。この場合だと流体はこの抵抗の周りにいる空気になります。ちなみに真空ですとこの対流は起きません。そして最後は熱伝導です。温度の高いところから低いところへ熱が移動します。今回だと抵抗のリード線にワニ口クリップをつけていましたが、その部分です。実際にはプリント基板にリード足をハンダ付けしますので、その部分からプリント基板の銅箔部分、プリント基板本体に熱が逃げていきます。今回の場合だと輻射による放熱はそこまで期待できません。こちらの熱伝導と対流によって抵抗を冷却、放熱していきます。ヒートシンクは熱伝導と対流を主に使用しています。熱伝導でヒートシンクの方に熱を伝えて、その対流でですね、ヒートシンク自体を冷やすと、そういった動作になります。さらに大電力の抵抗も試してみます。これは 5W 抵抗です。定格電力の 5W 消費していますが、温度は200度程度まで上昇します。あまりにも長時間高温になっていましたので、緑色が少し変色してきています。焼けていますね。さらにこちらは 8Ω の 50W 抵抗です。今 50W ここで消費していますが、温度は250度近くまで上昇しています。これは肉が焼ける温度なんですけども、実際に今肉を焼いてみました。結構ね、こんがりと焼けていい色が出てます。じゃあちょっと早速いってみます。匂いもね、いいですよこれ。あー、うまいねこれ。よく焼けてます。このように肉が焼けるくらいですので、自然空冷による冷却では間に合わないわけです。なので熱力学の知見を活かしてなんとか放熱したいわけです。例えばこのタイプのリード部品ですと、対流によって熱を逃がす方法があります。空気を当てて冷却します。強制対流による冷却です。風を当てて対流による冷却をしています。温度はだいぶ下がっています。指で触れる程度まで下がっています。先ほど温度は200度程度まで上昇しました。対流による冷却の効果は非常に大きいです。リード足がある部品だと、プリント基板に熱伝導によって熱を逃がすやり方もあります。また、抵抗の種類を変えて、このようなメタルクラッド抵抗だと熱伝導による冷却を使えます。ただし、このような巨大なデカヒートシンクと組み合わせて使います。抵抗に熱伝導グリスを塗ってヒートシンクに取り付けます。熱伝導グリスは熱抵抗を持っているので熱伝導を妨げます。なるべく熱抵抗の低いグリスを使うのが重要です。ソニー PS5 は熱伝導グリスの代わりに液体金属を使っていました。金属の方が熱伝導しやすいからです。抵抗で発熱していますが、その熱がヒートシンクへ熱伝導します。ただし、ヒートシンクの温度が上昇し続けると、いずれは熱伝導しなくなります。なので、ヒートシンクは対流で放熱します。ヒートシンクで対流を起こしやすくするために、溝を上の方向に向けます。暖かい空気は上の方に逃げていくからです。さらにヒートシンクには溝が掘ってあります。溝の間を空気が流れるので、対流する空気の量を増やすことができます。これで効率的に冷却するわけです。抵抗のデータシートを見てみると、温度上昇のプロファイルや使って良い電力の上限などが書かれています。これを参考にすると良いです。抵抗を使うときは実際にデータシートを見ましょう。少し話は戻りますが、抵抗の定格電力が大きいほど温度上昇は激しくなりました。これについて少し考察してみます。これは対流と熱伝導による放熱が十分ではなかったからです。まず対流を見ていきますが、表面積と電力の比率を見てみると、どうやら大きな差はありません。なので対流による放熱はそこまで大きくはなさそうです。つまりこのケースだと熱伝導の方が重要そうです。4分の 1W 抵抗をクリップで挟むと、ここから熱が逃げていきます。ですが、5W 抵抗をクリップで挟んでいても、熱は逃げますが、熱の逃げる量はそこまで多くはなさそうです。なので、熱伝導を増すために抵抗にアルミテープを貼って、さらにそのアルミテープを銅板に貼り付けます。これで熱は逃げていきます。5W 消費していますが、触れる程度には温度は低下しています。おそらく60度程度です。ただしこのままですと銅板にはほとんど対流は発生しません。いつかは熱伝導しなくなります。なのでヒートシンクのように銅板にフィンをつけるなどして対流による放熱も重要になってきます。というわけで抵抗を定格電力で使うとどうなるかという動画でした。冷却には複写対流熱伝導を使っていたわけです。このうちの2つ、対流と熱伝導が放熱に非常に大きな役割をしています。こういった空気があるところだと輻射による放熱はごくごくわずかです。ただ真空中、例えば宇宙空間とかにある人工衛星ですと、輻射と熱伝導による冷却しか使えません。非常に厳しい冷却との戦いになるわけです。というわけで今日のスポンサーのAltiumの紹介です。どうぞ。Altium はプリント基板エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫、ディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基板の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったら、ぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。